挨拶だけでごめん、仕事行くねって、頑張って。今日はあれです、あの久々に寝落ちして朝風呂行ってきた今。久々に寝落ちしたわ、だから久々の朝風呂でした。道理ですっきりしてる、わかる、なんかすっきりしてるの今マリア。やばい、めっちゃお腹空いた。ヨーグルト持ってくればよかったな。パッと起きたの、いや1時間前にもアラ9時にアラームを設定してから寝落ちした。いやマジで今日寝落ちしそうやなと思ってたの。お風呂入る気にもならなくてゴロゴロしちゃったから。めっちゃお腹鳴ってる。まあだから寝落ちっていうのはただの睡眠ですよね。マジこんなんなりながらアラーム設定したから。で40分ぐらいに髪の毛が乾かし終わったから、ずっとあのたまりにたまってた洗濯物を畳んでたんだけど、 YouTube 見ながら畳んでたから全然終わらなかった。だからまたショールーム終わってから畳んで、で今日は覚えなきゃいけないのを覚えてからリモートでコント劇の稽古があるので頑張ります。なんで洗濯物ってさあんなに畳むのめんどくさいんやろうか。あ、すっごいお腹鳴った。今日めっちゃ寒い気がしない、わかる。今日なんかお風呂入ったし、お風呂から出た瞬間マジ鳥肌止まらなくて、いつも髪の毛乾かしてからパジャマとか着るんだけど、もう最初からパジャマ着たものね。明日かな、明日メイク配信しようかな、同じぐらいの時間で、朝早いけど。明日はレッスンがあるので、ちょっとレッスンとかの鏡がある時ってなんか自分が映る自分がすっぴんだとなんかやる、なんかちょっと嫌なんですよ。鏡に映る自分がメイクしてた方がなんかおモチベ上がるから。明日もメイク、今日もメイクするんだけど、今日はちょっとなんか14時とか微妙な時間にメイクし始めるからちょっと微妙やなと思ったけど、明日の朝どうすか皆さん、メイクどうすか。気になってる女の子の方見れる時間かな明日。何人かのね女の子のファンの方がマリアのメイク知りたいって言ってくださってて本当に嬉しい。あんなにメイクしなかったのに今でさメイクを教えてってさ言われるような立場になったんです。花ちゃんにもさ、そのマリアちゃん涙袋のキラキラ知りたいとかさ、メイクさんにもさなんかめっちゃメイク上手になったねって言われるようになって、嬉しい。ウィーアイアの撮影とかで久々にそのアイアの撮影でしか会わないスタッフさんとかいるから、そういうアイアの撮影のスタッフさんとかにもめっちゃ言われた、メイクめっちゃいい感じだね、自粛期間
に研究してたんですよ。ちょっとめっちゃ似合ってるって言われた。これ本当に嬉しかったです。やばい、鼻水が。お風呂上がりって鼻水垂れますよね。すっぴん、今はすっぴんだね。初見です、だって。ありがとう、おはよう K さん。今日も鬼滅があるね。あ、そうなの。朝風呂は最近してない。そうだから今日めっちゃ久々に朝風呂した。鬼滅の映画見に行く？行きたい。ハロー、おはようございます。遅刻しちゃいました。大丈夫だよ。 iPhone12 は予約してない。マリア最近11にしたんですよ。ほら11にしたから。おえー、ライトが光った。最近セブンのシマウマバーがまた売ってるね。シマウマバーは売り始めた即買った。 HKT で一番好きな曲は、なんだろう。なんか好きな曲って難しいよね。わ、なんかな、わ、なんやろうか。で、How About You とか、How About You、How About You。そのマリアのあんま分かんないですよ、発音が。とかはなんかいつもにない曲調でめっちゃ好き。あとはね、サラミロック、あ、いいね。サラミロックも素敵な歌だよね。サラミロックめっちゃ素敵。とバグっていいじゃんの2番の歌詞がめっちゃ素敵です、素敵です。素敵です、素敵です。マンさん、まあ宝くじ買えないけどスクラッチ削ったことある？スクラッチはないかな。ないかも。なんかマックのさ、昔マリアがまだ小学校とか幼稚園生の時とかはさ、マックかなんかにスクラッチあったよね。2番どんなんだっけ。マリアもちょっとあんま覚えてないんですけど、だから2番披露したことないもんね。なんか歌詞がすごい良かった気がする。でバグっていいじゃん、普通に歌詞が素敵ですよね。着信音は何にしてる？全部 iPhone ですね。 iPhone のやつです。アラームとかも全部プカ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 ワンってなるやつ。昨日録画してあったマーさんの M ステ測定見た。だってマジで嬉しい。月見バーガーの新作食べたら太ったピエーン。美味しいもんだって月見バーガー。サラミロックのマーさんが花ちゃんとハイタッチして出てくるとこが好き。そんなのあったっけ。
ばい、鼻の奥で今めっちゃツーンってしてて涙出てきそう。じゃあ今めっちゃここがツーンってなった。どこだ、ハイタッチして出てくるとこ。背景が HK 中配信でよく見るコンクリ、お揃いです。ね、秋の花粉症かな。まやさんが真ん中で歌うとき、あー思い出した、踊りね。なかったよータンか、確かにハイタッチするわ。まやさんショートカットにしようと思ったことありますか。なんか一時期めっちゃ切りたいよかったけど、なんか自分的にショートカットで世界で一番似合わないと思う。から切らない。やばい鼻水が。秋っぽいもの何か食べれた。安納芋の味のクッキーとか食べてる。風が吹いてるとこで仰いでから花ちゃんとニコニコしてハイタッチして、マンさんセンターが最高。嬉しい。久々にしたいね、空耳ロックとかも。栗は好き。栗あんま食べないんだよね、マリア。食わず嫌いってことでもないけど、食べないから好きとかがわからない。普通に合うと思う。でもロングいろいろアレンジできるかいいよね。あ、そうなんですよ。髪の毛のロングって本当にアレンジが効くから、やっぱなんかロングになっちゃうと思う。起きて時間過ぎてて飛び跳ねました。寝坊とかした時ってさ、世界で一番さ準備早くできるよね。秋服は買った、ちょっと買ったで、昨日はね2個、ニットを1個買いました。なんか可愛い靴買った。髪の毛多すぎて負けない案件泣いた。マリアはね、髪の毛自分で負けないです。だからマリアもストレートばっかり。何回練習しても全然できないんだよね。秋ファッションのポイントは、だってなんかカフェオレみたいな色合いじゃない。でもそういうの持ってる、たくさん持ってるってわけじゃないけどさ、秋ってなんかカフェオレっぽい色着てるの、着てる人たくさんいるよね。これからの季節お風呂上がりが寒くて嫌だな。確かに秋通り越して冬服です。なんか確かに秋ってあんまないよね今。もう今どうせじゃない、普段だったらさ涼しいくらいのちょっと長袖に、長袖だけとかさ、長袖にちょっとパーカーとかの季節なんやろうけどさ、まだ昼暑いものね。
鼻水が。コンサートとかのヘアレンズ一番好きなのは、最近でもハーフツインの巻き下ろし、ハーフツインで巻くか巻き下ろしがマリアの中で好きですね。やっぱハーフツインって本当に好き。ハーフツインしてる女の子が好きなんですよ。かツインテールだね。え、前いつツインテールか、いつかツインテールしたよねマリア。え、してないわ。いつかっていうか全然ツアーじゃん、ツアーじゃない、公演なかったやん。なんかポニーテールとかあんましないかも逆に。顔がすっごい見える。ツインテールも高めじゃなくてこんぐらいの高さが好きなんですよ。で巻く。でも普通にここ編み込んでストレートもすっごい好き。てか最近はそれが多いかも。学校行くときはポニー多い、いや下ろしていくことが多いかな。ストレートってやっぱ踊りにくい、いや全然なんかめっちゃグロスとかべったりつけたらここにめっちゃこうやってつくけど、今リップ塗って、あの薬用リップめっちゃ塗ってるからつくけど、普通だったら全然大丈夫。でも長すぎる人は回るときに被害がすごいですね、周りの。昨日のサラダはどんな感じに、サラダ専門店なんてもう一生行かないと思ってたけど、サラダが美味しく食べれるようになってから行ったら本当に美味しかった。HKT で髪長いって言えるメンバー誰かな、誰だろう、まるちゃんとかリミカとかかな。ピナちゃんとかも長いイメージあるか。ね、まるちゃん長いよね。でも長いのって可愛い、本当に。なんかでも毛量すごいんだよな、毛量。毛量っていうかなんか横にバサって広がるんですよ、こうやって。どんどんこうやって。それが嫌なんだよね。なこちゃんマリアみたいびっくりだよね、身長伸びてて。確かにもう全然違うかも、なこちゃんとの身長差すごいかも。もしショートにしたら伸ばすの面倒になっちゃうかな。これ辺の長さがすごい跳ねるから面倒になりそう、ここら辺。でもリア一時ずっとここら辺の長さですごいアイロン大変だった。
ということで、今村はちょっと朝ごはん食べて洗濯物とかも、今日予定ある方頑張ってね。ということで生浴びタイムスタート。うちも10年ロングだったけどついに切った。だってめっちゃ楽って、まあ髪の毛乾かすのとか絶対楽よね。しゅんた、ともはん、さき、神崎まさかず、よっちゃん、みや、ひゅうが、山本勝弘、せいや、かずおくん、まりのん、たんたん、さよちゃん、なつき、あすか、チャプタソ、ゆうてぃ、ひろみ、オレンジ、パル工房、かずおくん、おゆん、なおくん、13位パソダメンタルさん、12位星空探検人さん、あ、顔ちょっと変わってなかった、11位ひーちゃん、10位ひろっちさん、9位うごうごあとぴっぴたいさん、8位ねっちぶこでさん、7位ただの魚さん、6位ペコさん、5位ひかれびさん、4位トヨキさん、3位チャプタソさん、2位伊勢ひゅうがさん、1位神崎まさかずさん、おめでとうございます。ということで今日は午後からお仕事頑張ってきます。午後というか夕方からだな、夕方からお仕事頑張ってきます。見てくれてありがとうございました。バイバーイ。